久保さん、錦織圭行きましょうか。格好悪くても勝つことが一番大事。おっしゃる通りです <laughs>。二言ありません <laughs>。僕ね、昔ねあのた、ネットで叩かれたことがあって、あんまり僕自分でエゴサーチしないんですよで。たまたま発見して、なんか書かれてたんですよ。あの、こいつは詐欺師だみたいな。YouTube に動画をバカバカアップして、猿の一つ覚えで。 か再生全然されてないし、その、わかりますよねと、騙されんなこんなやつにみたいな。ね、稼いでたらこんなにいい動画もアップしないだろうし、かあ、じゃ稼いでるんだったらこんな少ない再生数なわけないじゃないか,かみたいなね。と、叩かれたことがありまして。はい、<laughs> そう。何言われても僕は稼ぎますから <laughs>。まあ、逆を 僕稼げてなかったら飯食えないんでなんか裏で悪いことやってんじゃないかなって勝手に想像していただいてもいいですけどもその悪いこと教えてくださいよ逆に <laughs> 逆にすいません悪いこと教えてください捕まらなくてお金儲かる方法悪いことね <laughs> やってないですよ単純に商品作って売ってるだけですからねこの少ない再生数で。 だから僕,僕は、僕が生き残ることが僕が稼いでる証拠だと僕は思ってるんで、ずっとね、やり続けている。ずっと自由に暮らし続けている。それが、まあ、商品もね、僕のチャンネルちゃんと見てればね、まあ、その人はチャンネル見てないと思うんですけど、まあ、毎月セールスしてるんですよ。だやることやってるんですよ。うん。てか、まあ、まあ、見てないんで多分そうだとは思うんですけど、見てたら毎月セールスしてるので、 わかるとは思うんですけどね。これ売れてなか,売れなかったらこいつ飯食えんでだろうなっていうのはわかると思うんですけどね。<laughs> 一応飯食えてますから売ってるんでちゃんと。この前もね、あのー、R のま試、あ、行っていう商品売りましたけど、まあ、約100万ぐらい売り上げ作りましたし、今月か。そう。あ、そうそう。で今日、今日からね、高さの商品売るんで、高さの商品がまた売れれば、まあ今月、 2,300いくかもしれないですね。まあ、高さの商品次第ですけど、売れ行き次第ですけど。うーん。だ一応、ちゃんと売ってますよ。売ってなかったら借金も返せないし。単純にこの少ない再生、だから僕がドリアカで教えてるのは、単純にこの少ない再生数でもしっかり売り上げを作る方法を教えてます。単純にね。ただ、どっちでもいいと思うんですよ。ね。再生数をあ集めて、 売り上げを上げる方法を学ぶのか、再生少なく,少なくてもしっかり売り上げを上げる方法を学ぶのか、どっちでもいいじゃないですか。格好悪くても。多分見た分見たくれは、ヒカキンとか、ヒカル君とか、はじめ社長とかね、YouTube やってるんだったらすげえ再生さしてるので、チャンネル登録1000万人ですよと。じゃあ1000万人目指せばいいじゃないですか。僕い、1000万人、チャンネル登録100万人とか1000万人目指しましょうなんて、熟成さんに一言も言わないですからね。 だ再現性な、なかなかきついっすよ。<laughs> チャンネル登録100万人目指すのはいいことだと思いますけど、再現性的にはかなりきついと僕は思ってるんで、僕はね、すみません、そこは。うーん、100万はね、やっぱきついっすよ。まあ、僕の熟成さんであの発信を始めて、チャンネル登録10万人クラスになった人は何人か出てきましたけども、でも10万人クラスですよ、まだ。100万人はね、やっぱね、ね YouTube やってたら100万人が、 金ですよ、ね、10万人が銀で100万人が金で1000万に行くとダイヤモンドか。で、もっと上があるらしいんですよね。1000万を超えて、なんかその YouTube が個別で送るなんかトロフィーがあって、それがなんかレッド、なんか特殊なやつがあるみたいなんですけど、そのシークレットトロフィーみたいな、盾みたいなのが。 まあ全然目指すのはね目指していただいてもいいと思いますけど僕はまあ有名になりたいわけじゃなくて売り上げをしっかり作って自分が自由である生活を目指しているのでそう別にその逆に言うと有名になっちゃうと自由じゃなくなってしまう部分もありますんで多分僕は僕のやり方が一番ベストかなと僕は思ってますね目立たずね再生数少ない目立たないけどしっかり自由を担保するっていう <laughs> どっちでもいいです ヒカキン目指していただいてもいいですしヒカキンとかね街中渋谷歩いてて顔バレしたらもう大変なことになると思いますよ <laughs> もう人プライベートもクソもないですよね多分 <laughs> ヒカキンいるぞーってなっちゃうじゃないですかあのヒカキンだーってわーって集まってくると思いますけどねバレたらうん僕いっぱい動画撮ってますけどまず絶対ないですねそういうことは、ね、吉谷さんだーっつってねそのプライベート時間ねその <laughs> 囲まれるようなことはまずないっすね。多分、ないっすね。も、ま、う、あ、そこ目指してないし。うん。だから、格好悪くてもダサくても、売り上げしっかり作るっていうね。僕はそれが一番大事だと思うんで。そう。傍から見たらね、こいつ何やってんだって思われるぐらいでいいんですよ。再生数少なくて偉そうに言ってんなって言われるぐらいでいいんですよ。言っとけと。僕は自由にやってるよっていう <laughs>。 だから、そこで大事なことが、結果をしっかり出していくってことですね。まあ、錦織さんはね、テニスやってますんで、勝つことですよね。格好悪くても勝つことが一番大事。テニスをやってるんだったら、試合で勝たないと、プロでやってんだからね。僕はもうプロでやってますから、これで飯食ってるんで。うん。まあ、それで飯食ってないんだったら、またちょっと話は変わるかもしれないですけどね。別に結果出さなくてもね、給料もらえるんだったら別にね。 だって会社員とかは別に結果出さなくてもね、まあ、完全インセンティブの営業マンの仕事だったらちょっと別枠ですけども、別に会社でね、ミスっても会社が責任取ってくれたり、上司が責任取ってくれたりするわけじゃないですか、給料は担保されてるわけじゃないですか、ミスったから、お前ミスったから給料今月な,いなしねとかね、ゼロ円ねとか、あんまなんないですよねで。僕の場合はミスったらもう給料ゼロなんで、とにかく売上を作ると。 そこを徹,する徹してますよね。うん。そう。格好悪くても貸すことが一番大事と。格好悪くても売り上げを上げることが一番大事です。商品を売っていくんだったら。うん。はい。いってらっしゃい。